はい、こんにちは。札幌のアイビューサイマーシの後藤です。今日はバッサリ切りたいということで、前触り気味のパッツンボブにしたいと思う。今相当長いんで、どこまであるのかな。今多分へそ下ぐらい。へそ下ぐらいまで。ぐらいまで。そうですね。結構長いですね。いいですか。はい。はい。それに、ちょっとラベンダーシュっぽい感じのカラーを乗っけていって、乗っけて仕上がりの時にちょっとメッシュを入れていきたいと思います。はい、カラーのレシピなんですけれども、今日コレストン 6-91 それから 6-91 ですね。それからですね、99-81 ですね、プラチナ。それから、イゴラの、ロイヤルピックサム F の CPV11 バイオレット、これを塗っていきます。配合は111です。はい、今乾きまして、で、乾かすのにヘナウォーターをつけていきたいと思います。ヘナウォーターで、ちょっと髪の毛の張りをちょっと出していきます。結構ね、難毛で根元が潰れやすいので、ヘナウォーターをちょっと根元側の方にちょっとつけてボリュームを出していきますね。はい、ではこんな感じで、染まりまして、でここから、まあ、普通に染めただけなので、もうちょっと縦のなんだろうツヤ感を出していきたいんで、ここに結構忙しくてメッシュ入れない時とか、あと例えば色が思ったよりも暗く仕上がっちゃったっていう時に調節できるんで、めちゃくちゃいいと思います。で、結構奥が深いので、やり方はまた、限定動画とかでこのやり方のコツっていうのがあるので、その辺を配信したいと思います。今日はちょっと普通にやっていきますね。まつーちゃんはこの辺に染めの一回ちょっとね、220度今これ入れてるんですけど、ちょっと心配な方は200度ぐらいの方がいいですね。僕は慣れてるのでいいんですけど、結構最初に入れちゃうとそこがパッと明るくなっちゃうので、最初はちょっとこうふかしていった方がいいですね。で、様子見た方がいいんですけど、僕はちょっと大体分かっちゃうので、このまま入れていきます。で、今日この出た色味と3日後の色味ってまた変わってくるんで、もっと綺麗な色になりますね。根元はあんまり頑張んないですぐ動かした方がいいです。ためとくとここが明るくなっちゃうんで。で、スイングさせて振ると より毛髪内部の水分と染料の方が出てくれるんで、今ここにメッシュが入った感じなんですけど、結構細めで入れておいた方が彼女は似合うんで、結構その人の髪質に合わせですね、結構細めの方が絶対似合いそうな気がするので、僕はちょっと今日は細めで入れたいと思います。はい、これで結構細く入れたんですけど、毛を動かしながら手で指でつまんで、ここに入れたいなっていうところに入れていきます。通常にメッシュ入れても実際狙ったところに出せなかったりはするんですけど、これだと完全に自分が狙った場所に持ってこれるんで、ここに入れたいなっていう感じをイメージしてできます。ここマニアックな技なんですけど、結構いいね、いいなと思った人はいいねとかチャンネル登録をしていただければありがたいと思います。鉢下はちょっと太めに入れて、いったりとか、あと毛先だけグラでちょっとボンって抜いちゃったりとか しても可愛いんで、今日は表面細めで毛先だけドンってちょっとこうグラで抜こうかなと思ってます。で、このアイロン入れてる時間によって明るさが結構変わるので、まあ、今普通ぐらいですね。振るのはダメージが出やすいのでちょっと振ってます。ちょっと後になって分かる、うん、なんか綺麗でしょ、うん、
ッシュっぽくなる。そんなことできるんだね。そうそう。考えてる。考えてる。で、顔周りとかが結構こう、なんていうんだろう、より彼女の髪質が結構しっとりしてるんで、これであのちょっと油分系のワックスとかつけるとよりすごいかっこいいメッシュっていうのが表現できるんで、いいと思います。で、基本的にあのチップの取り方なんですけど、横じゃなくて縦気味に取った方がいいですね。あの縦で細く取った方がいいです。で、こうやるとちょっとね、今スタイリングするの変になっちゃうんで、縦に取ったのを縦側から、まあ、縦で、本当はこう縦に取ってって、で途中からちょっとこう平に戻してきてとかやると、まあ、よりいいですね。根元の入りがより綺麗になるので縦でやると思う。で、こう溶かす時に結構細めからこう広く入っていく感じになるんで、はい、このような感じで、止めとくよりもこのスイングをさせる方がよりいいと思います。まあ、ちょっとね、右と左でとりあえずちょっとやってみましょう。右側やんないので左側だけちょっとやってみて、まあ、ちょっと時間がねかかるので、あとこれをあのメニューとしてですね、あのやってもいいかなと思います。もうメッシュでやってよくわかんないっていう仕上がりのことも結構あるんで、どこやったのかなみたいなことって結構入荷の時に色が入っちゃってあるので、むしろこれでメッシュで料金が取れるのかなって感じはあります。メッシュよりも髪もブリーチ剤とか使う必要もないし、熱で水分飛ばしてるだけなので、ダメージから考えてもこの方がまあ効率はいいのかな。ただビビッドな、メッシュみたいのはちょっとさすがにそこまでは色が取れないのでちょっと難しいですね。これ結構綺麗じゃないですか。すごい。結構なんかね、エクステみたいな感じ、で、こんな感じに。で、前髪とかはどうしようかな。前髪ちょっと入れるか。前髪はめっちゃ細く入れた方が絶対いいんで、前髪は細めで入れます。なんか結構太く入れちゃうとなんかこう、前髪は超細ですね。で、毛先の方を明るくするようなイメージで入れていくとよりいいです。取って、中はもうね、あの暗く、インナーカラーみたいな感じに中の方を暗くしといた方がインナーカラーとして使えるんで、表面だけやる。そうすると作業効率も減るし、あまりやりすぎない方がいいですね。そうすると中の方がちょっと奥行きが出て小顔効果が出たりとか。いいですか、もう一回言います。縦に入れてから、縦で、まあ本当は僕はこうやってます。縦で一回こうスイングさせてから横に持ち替えてスイングをするみたいな感じ。結構あの厚さがあるとできないんで、中の方はね、あんま見えないので、この毛先の方だけ、ちょっと明るくこう抜いちゃったりとかしても結構可愛い。ちょっと外辺でもいい、とりあえず。普段はちょっと内巻きかなんかで、内巻きじゃないかなと思ってやってます。はい。で、外羽でちょっと今日やるんですけど、スタイリングしながらできちゃうので、一辺にはちょっとできないですね。あの、厚さがありすぎると熱が通らないので、だいたい1センチぐらいのスライスでやっていった方がいいです。はい、これで結構横のラインが先っちょがちょっと明るくて、このメッシュでつながったっていう感じにこれでなってますね。で、2日後ぐらいの方が色が綺麗なので、そこが結構楽しみです。ちょっと甘い熱入れ長いでやったりとか、熱入れてやったりとかでコントラストをどんどんつけていけば、よりあの束感が出てツヤがあるように見えるんで。はい、今これでですね、全体にちょっと動きを出してみて、で、ちょっとワックスをつけてみたんですけど、こういうふうにちょっと動き感ですね、不自然な感じに
ここからグラが入ってて、であと筋がこう綺麗に入ってるような状態が作れました。